真帆ちゃんとムニちゃんの羽根つき対決すごかったね。激アツだったよ。私もまさかあそこまでヒートアップするとは思わなかったよ。やっぱり真帆ちゃんって運動得意なんだね。ありがとう。やっとリンクと羽根つきできるね。準備はオッケー？もちろん、いつでもオッケーだよ。よし、それじゃあって何その構え。何って羽根つきのフォームだよ。いや、それテニスか卓球のフォームにしか見えないって。なんでそんなに真剣なの？だって真帆ちゃんと羽根つき対決するんだよ。気合い入れないと。さあ、どこからでもかかってきちゃって。ストップストップ。あのさ、もうちょっと気楽に楽しもうよ。勝負するだけが羽根つきじゃないんだし。え、そうなの？まあ、私とムニがそんなノリで始めちゃったから勘違いしちゃうのも無理ないけどさ、羽根つきって勝負する以外にも歌いながら作って遊び方もあるんだよ。歌？楽しそう。どんな歌なの？確か、いちじくにんじん山椒にしいたけ、その後がごぼうにむかごだったかな。いわゆる数え歌ってやつ。数え歌？そっか、いちじくが1でにんじんが2なんだ。綺麗な歌だね。それに語呂がすっごく気持ちいい。いちじくにんじん山椒にしいたけ。そうそう、そうやって歌いながらだったら肩の力を抜いて楽しめるでしょ。それじゃあ私から行くね。せーの、いちじく、にんじん、いい感じ、山椒に、次はちゃん空振り。リンクが数え間違えるからだってば。混乱しちゃったじゃん。ごめんごめん。でもミスはミスだよね。ね、ちょっと落ち着きなさいよ。そんなに落書きしたいの？うん、何を書こうかな。ほらほら、真帆ちゃん、ほっぺたを出して。ってば、もっと優しく書いてよ。はーい。そしたらこれをこうしてこう書いて。だからくすぐったいっていつまで書いてるの。落書きは一つまでだよ。わかってるってば。だから一筆書きで頑張ってるんだよ。一筆で書けば一落書きでしょ。それどういう計算式なの？ちょっと、おしまい、おしまいだってば。ああ、動かないで。せっかくの傑作がよれちゃうよ。じっとしてて。そんなこと言ってもむずむずしちゃって。